はーい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。<laughs> はい。うろうろしてますね。<laughs> はい。えー、落ち着きましたか、そこにね。ねみけさんね。はい。皆さんおはようございます。はい。えー、沖縄おばばでございます。はい。えー、もうね、もうすぐ8月です。はい。えー、旧暦の7月でございます。はい。えー、まあね、えー、セカンドチャンネルで紹介したんですけど、旧暦の7月は、あ,あまりいい月ではありませんね。はい。 え、で、えー、いろいろね、えー、しちゃいけないことなどもあるみたいです。はい。まあ、中にはね、沖縄限定みたいなのがあるんですけど、えー、ちなみにね、えー、こちらの本です。こちらの本。はい。えー、実はこの本なんですけど、えー、どちらかというと、日本のね、えー、まあ、真の国じゃなくて、日本の陰陽道です。あの、アベの生命のね、あの、 陰陽道のお、まあ、解説本ですね。これをなぜか漢方の先生に行かせてもらいました。<laughs> はい、えー。でも本読んでみると、日本の陰陽道、はい。えー、液晶から来てます。大体が。はい。ほとんど全てが液晶の理論理でした。面白いなと思います。こういうのは。はい。えー、これね、なぜ面白いかというと、 まあ、液晶っていうのはね、引用五行、ここに書いてある通り引用五行なんですけど、えー、自然界のね、その季節の移り変わりなんですよ。はい。まあ、それにまあ合わせてね、物事も変化していくように、この地球とかね、宇宙全体もお、そのようにね、回っているということなんですね。まあ。 手っ取り早く言うとそういうことなんですよ。で、その、お今の時期がねは、えー、春、夏、秋、冬の、どの時期に今地球がいるのか、そして、えー、星はどうなのか、で、えー、人間はね、それに合わせてどういう影響があるのか、みたいなことをね、えー、まあ、こう、なんていうのかな、あーが体系的にまとめたのがこの引用語行なんですよね。 まあ、これ面白いです。はい、本当に。はい、えー、まあ、まだ途中までしか読んでないんですけどね。はい、これも読んでしまいたいと思っております。はい、えー、まあ、何が言いたいのかというとね、えー、多分今、はい、えー、大掃除です。はい。えー、まあ、地球で言うとね、あの、地球っていうかね、多分暮れなんでしょうね。暮れの大掃除になってるんでしょうね、今が。はい。 えー、それで、えー、新しい年を迎えるっていうね、そういうあのサイクルの中にいるんだと思います。はい、そこでね、えー、ゴミは捨てないといけません。はい、ゴミは捨てないといけません。はい、えー、これね、えー、理解してください。それでね、えー、自分の生き方、もう一回棚卸ろししてね。 えー、すごいこと言っちゃいます。ごめんなさいね。こういうこと言いたくないんですけど、朝からね。<laughs> はい。えー、ゴミのようなものを自分の人生から捨てないといけないですね。はい。それはあ、もちろん、人間の関係であったりとかね。そういうものも含まれます。そしてね、非常に嫌な言い方なんですけど、もう、あの、人間性ですね。はい。 人間性です。はい、えー。その人が何を信じるか。はい、えー。前にもね、言ったように、私たちがね、えー、これこれは、あの、しちゃいけませんよとか、これこれは、やった方がいいよとか、やめた方がいいよっていうね、忠告、私たち愛する人の忠告を聞くか、それとも、えー、全然知らないね。はい。全く個人的に、 えー、会ったことのない、テレビでしか知らない人のね、えー、その専門家の意見を鵜呑みにしてね、えー、食べに行くか。それはその人の、えー、その人の決める価値観であり、その人があー何を大事にしているのか。はい。えー、その人がどういう思想なのか。これは私たちの側の責任ではありません。が、あどういう思想なのかっていうのはね、 その人自身が決めるということです。その人がゴミになるか、それともゴミじゃないもので役に立つのか。はい。えー、それは、役に立つっていう言い方はおかしいですけどね。まあ、えー、それはね、その人自身が決めることということです。えー、ちなみにね、これはあ私たちがね、えー、忠告してあげている側の、なんていうのかな。 味方ではありません。ええー、と、なんて言うのかな。それは、その人自,自身が、あー決めることです。はい。えー、まあ、そういうことなんですよね。まあ、すんごいきつい言い方なんですけど、ートータです。はい。とうが始まってます。まあ、えー、これね、どうしようもないです。はい。人間が決めたことじゃないんでね。はい。まあ、トータしてる側は人間なんですけど、人間が決めてるんですけどね。 はい、えー。でも、多分ね、もう、おそらく、その人はそういうふうに決めて生まれてきたと言っても過言ではないかもしれません。でもね、変えられるんですよね、そういうのは。はい。えー、その変えるっていうのもね、えー、自分で自分の運命とかね、宿命とかを変えるっていうのも、この液境の中の一部にはなってるんですけどね。まあ、なんていうのかな、全体意識がこんな感じじゃね。 えー、もう、もうあれかなっていう感じはしますけどね。はい。えー、まあ、幸いなことにね、えー、もうそろそろ気づいてる人も多いということです。はい。えー、気づいていてね、えー、もう、もうさすがにね、三、えー、つ目とか四つ目はね、食べたくないよって思ってる人、はい、えー。正解です。引き返せますから、今からだったら、はい。えー、まあ、まあ、ちょっとね、 4つ目バクバク食べてしまった人はちょっとね何とも言えませんけどはいそういうことですまあどこまでがねあのー、プラーのセボでどこまでがプラーのセボじゃないかっていうのは、えー、後々にならなければはっきりしませんこれね、えー、長期的なもんですからねはい、えー、なのでね、えー、今日言いたかったことはね、えー、自分はね、えー なんていうのかな。友達とかね、親族を変えられなかったっていう自責の念ですね。苦しむ必要はないですよということです。はい。あなたの責任ではないんですよ、これは。はい。そういうことです。これは一人一人の個人のね、決め、決めたことなんで、はい。そういうことです。今は、大掃除です。しょうがないです。はい。そして、 ちなみに、えー、今月ですね。今月はあまりいい月ではないのでね。えー、あまりね、こう、大きな行動、目立った行動は避けるようにいたしましょうということですね。はい、えー、そういうことでございます。はい、えー、まあね、難しい問題でもあるんですけどね。はい、えー、ちょっとね、魂にも関係してますからね。えー、 まあ、いろいろと私も勉強したいと思います。はい。えー、それではね、皆さん今日もね、一日暑いですけど、暑さに負けずね、えー、生き生きと、はい、元気にね、楽しく過ごしましょう。そしてね、えー、何度も言いますけどね、あなたのせいではありません。はい。えー、自責の根、ね、に駆られるのはね、やめましょう。はい。前を向いていきましょうね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。 你啊，你。